はい、キャプテンスのバイブルトークです。9月のもう3日ですね。ヨハネの福音書18章の最後28から40までですが、久しぶりに家ですので、またね、この T シャツ。これは私結構好きな色、赤のアクセプティッド。ローマの15の7ですね。まあ、こっちの日本語の方読むかね。15の7。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにアクセプテッド、あなた方も互いに受け入れ合いなさいっていうことで、これは何年か忘れたけども、OBC の T シャツです。はい。で、今日の箇所。18章の28からですが、ね、ペテロの鶏が3回鳴いた。鶏が鳴いた話。ニワトリが大事なペテロが3回否定したなんだけども、今日のとこ、その後、さて彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは過ぎ越しの食事が食べられるようにするため、汚れを避けようとして官邸の中には入らなかった。つまり異邦人との接触をこう避けたと。家の中入っちゃダメだ。それでピラトは外に出て彼らのところに来ていった。この人に対して何を告発するのか。彼らは答えた。この人が悪いことを知っていなければあなたに引き渡したりはしません。お前、そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであったって一角で切ると、整理すると、イエスを、彼らってユダヤ人ね、ユダヤ人たちがイエスを大祭司カヤパのところから、これはダメだと、もう論破王だし、何言ってもなんか偉そうだし、でエビデンス出せとかって言ってるから、いやこれもう普通ね、ちょっと連れてこうということで、ピラト、総督ピラトですね、ところに連れて行ったと。でこいつちょっとね、裁いてくれと。でいや俺関係なくないって言ったんだけども、ここで本音が出るのね。いや私たちのね、立法のこれのところでは死刑にすることができません。つまりもうはっきり言ってる、こいつを死刑にしたいんだけどもよろしくねっていうふうに来たわけですよ。で、それがイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであったということで、まあイエスがユダヤ人たちにこう売られてね、引き渡され、そして異邦人である、ピラトの裁判によってっていうようなことが、この辺詳しくはやりませんけども、あのイザヤ書であったり、そういうね予言の中にそのイエスの死に方っていうのがね、書かれていると。これ大雑把です。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なの。ここから面白いね。ここから33からイエスとピラトの話。あなたはユダヤ人の王なんですか？イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言ってるのですか？それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか？はい、逆質問。またイエス様ね、いつもの逆質問です。相手が誰であろうと、もうマイペースよね。で、ピラト結構ね、こう、慣れてるっていうかね、すぐカーッとならない。ピラト答えた。私はユダヤ人なのか？あなたの同胞と宰相たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか？まあちょっとこう、ムカッとしてますけども、え、何やったのお前？って聞いてるね。で、イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように、戦ったことでしょう。しかし実は私の国はこの国のものではありませんということで、相変わらずこうキャッチボールができないですね。っていうか、1回目に投げた球を、に対しては質問で返したんだけども、その後の質問に関しては1回目に投げた球を今頃返してる感じにも見えますけども、まあ、とにかく、ね、細かくは見ませんけども、噛み合わない、逆質問&噛み合わない会話、時間差返球みたいなね。でさらに偉そうっていうね、内容もそうですね。私の国はこのようなものではありません。まあそこでピラトは言った。じゃああなたは王なの？ほら最初の質問が戻ってるわけですよ。ではあなたの王なのか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。つまりいやその通りですって言ってるんですけども、その後、私は真理について明かしするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に従います。ってなんかもう完全にこう言っちゃってる感じの話をするんですけども、ピラト乗ってきますね。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。
アレセイアですね。ピラトは、異邦人だよね、確かね、ローマの。で、こう哲学とかね、そのギリシャ哲学とか、そういうね、こう話って好きな人は好きなんで、ね、で、好きな人は、相手、敵側の、自分と違う意見の人とも話ができるというか、話するのうまいですよね。真理とは何ですかと。真理はこうです。ね、で、その上で、まあ、ただ、イエスに対しては、こいつダメだっていうか、こいつもうちょっと、わかんないやと。俺の手に負えないわっていうふうに思ったのかもしれないし、ちょっともう、頭おかしくなっちゃってる人っていうふうに思ったのかもしれません。わかりません。でも、真理という言葉にピラトは食いつきました。ということは、ピラトは真理というものを求めてるんですね。ピラトだけじゃありません。私たちはみんな真理というものを求めてるはず。どうでもいいよとか言いながらも、でも、どこかに自分なりのね、真理というものを持っている。もしくは持とうとしている。知りたいと思っていると。こう言ってから再びユダヤ人のところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。つまり、無罪。これね、罪という言葉が、アイテイアって言うんだけども、これ罪じゃないんで、罪とは言ってないんだよ。これもね、だから訳がおかしいと思うんだけども、欄外では有罪とする理由っていうふうに書いてあるんですが、つまり、落ち度って言ったらいいかもしれない。あの人の、なんだ、落ち度というか、なんかこう、まあ、やっちゃったかもしれないけども、いや、そこまでじゃないんじゃない？有罪っていうね、罪とまで言うものじゃないんじゃないっていうことです。だって言語が違うんだもん。ハマルティアじゃなくて、アイテイアって、つまり落ち度です。有罪とする理由が、まあ、そういうとね、いや、イエス様は罪のために死んだんだからって、そのがこう、辻褄合わなくなんじゃないかっていう人もいるかもしれませんけど、それは他のところで補ってください。このね、ここはここでやってます。めんどくせえ。水越の祭りでは、誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。で、この強盗というのもレステイスって言うんだけども、聖書の中では強盗とか、まあ、泥棒、そういうふうに、ラバーね。あと、シーフ。ね。ってなるんだけども、欄外に面白い、先導者っていうふうにも訳してる。先導者。まあ、恩赦という形で、バラバを、なんですけども、このことに関してですね、明日のメッセージで私、その男バラバということで、バラバからのメッセージをね、またこれもね、聖書的じゃないとか言う人はいると思うんです。いるとか、聖書にバラバなんてちょっとしてるとかないんですけども、私、バラバ、思い入れがあって、で、この間ですね、CGNTV かな、牧師にアンケートがあって、で、あなたの好きな聖書の登場人物を一人挙げて理由を書いてくださいっていうのがあったんで、私はそれをバラバって書いて、こういろいろ出したら、それが YouTube になってて、これリンク貼っておきますけども、なんかね、結構、一番メインっぽい感じでこう言われてて、まあ、そこにね、ちょっとコメントもしたんだけども、バラバ好きなんですよ。で、そこでもまあ、ちょっと話してますけども、あんまり話すと明日の話すことなくなるんですが、これ、こういう小説がありましてですね、ラーゲルクビスト作、小崎義、よし、まあいいや、岩波書店の本で、私はクリスチャンになる前です。これ読みました。なぜかというと、バラバって音が気になった。だって、気になるでしょ、この人。突然出てきて釈放される、しかも強盗で、悪いやつのはずなのに、なんか知んないけど、こいつ何っていう思ったんですね。その頃私、聖書が、もう読み始めで、で別に聖書が全てで、別にね、聖書もこの本も、同列に私その頃置いてましたんで、あ、これ面白いなと思って、あんまり考えずに読んで、でも答えは出なかったんですけども、読んでください、面白いからね。でも、聖書的じゃないです。めんどくさい。なので、でバラバってすごいね、今日、興味があるんですけども、そのバラバから明日メッセージをしたいと思います。言いたいけどこれ以上言わない。はい、ということでそれは、ではまた。ごきげんよう。